宅建試験、これだけは絶対覚えとこう。憲兵率が緩和される場合、憲兵率が緩和される場合は次の4つ。1つ目、特定行政庁が指定する過渡地の場合、この場合都市計画で定める憲兵率にプラス10分の1することができる。例えば都市計画で定める憲兵率が10分の5、つまり 50% だった場合、10分の1緩和されて10分の6、つまり憲兵率は 60% となる。過渡地であっても特定行政庁が指定していない場合は緩和されない。2つ目、防火地域内で耐火建築物等の場合、この場合都市計画で定める憲兵率にプラス10分の1することができる。3つ目、準防火地域内で耐火建築物等、または準耐火建築物等の場合、この場合都市計画で定める憲兵率にプラス10分の1することができる。4つ目、1番と2番を同時に満たす場合、つまり特定行政庁が指定する過渡地で、かつ防火地域内で耐火建築物等である場合、この場合都市計画で定める憲兵率にプラス10分の2をすることができる。また1番と3番を同時に満たす場合、つまり特定行政庁が指定する過渡地で、かつ準防火地域内で耐火建築物等、または準耐火建築物等である場合、この場合も都市計画で定める憲兵率にプラス10分の2をすることができます。